こんにちは和楽堂のほうぼうです今回の動画は2024年10月三匹木星の方の運勢についてのお話になりますまずどこでにどこに入ってるかですね場所ですね三匹木星の方はですね今休ですね10月はここですねこの今赤い印を入れた上段の右端ですねあの大地の星時刻土星がいる場所ですね でこのサムネイルにも書いてありますけれども非常に着実な場所具体的な動きを起こしたりするのに非常にいいと言われている場所ですね。あの着実ということはですね物を生み出す力が自国度性強いですから具体的な形になりやすいんですね。前の月ですね、緩急一泊彗星がいたところに、 いる場合は自分を整えたり計画を立てたりどちらかというと具体的というよりも思いとか考えとか知識とかですねそういうものを揃えて自分を整えた方がいいとでここの困窮に入った場合はその大地の星が生み出すいろんなものを具体的な形をなすものをですねきちんと揃えたり準備をするのに非常にいいというう言われていますのでそれで具体的な、ね、行動が非常にいいですよと人間関係なんかでもですね ちゃんとした具体的なコネクションとかお付き合いなんかをしっかり作り上げていって動き出す時の自分の背景を作るという、まあ、非常にそういうやりやすい場所に入ったということで悪いエネルギーもついていませんのでそういう意味で月運としては非常に動きやすいで,す、ね、で10月が具体的な場所で。 着実に物事を動かしていく始めあの揃えたりするのにいい場所というふうになってきましたので次ですねこの十11月になるとどうなるか11月がですね少し賑やかで元気な場所この新旧ですね雷がいる場所に入ってるんですけどもここはどうでしょうねあここも悪いエネルギーは入っていないですね。 ですから三匹木星と雷のイメージがある三匹木星がいる場所なんですけども非常にこう素直にまっすぐに動き出すいろんなことを始めたりですね起こしたりするのにいい場所に入ります。で元気余って行き過ぎたりですねやり過ぎたりだけしないように注意をすればですね非常に月運としていろんなことがやりやすい状況の中にいますので将来に向かってスタートをさせるとかですね人とのまあ関わりなんかもしっかりと 作り始めるスタートさせるには非常にいい場所になったということですね。でこの11月の新旧に入ってですねエネルギーに満ちていますからいろんなことを動き出して次につながる12月ですね。12月がこのすぐ上ですね上段の左の村旧旧に入って。 本来はここ非常にいい場所なんですね縁が巡り来て物事が整うという白く木星というですね緑豊かな成熟した大きな木と風のイメージを持っている場所に入るんですけどもここにこの12月の案暗検察が入っていますので少し思い通りにやりにくいいろんなものが賑やかに自分の身の回りに起きたりですね関わったりすることが増えるはずなんですけどもその中に障害になってきたりですね 自分が進もうとするのを止めてしまったりするような暗検査という力の影響が出てくる可能性がありますのでそれを少し頭の中に入れて行動するかあるいはちょっと自重気味に行動するとかですねただ、この、あのー、損旧とかですねいい場所動きやすい場所に入ったときというのはどうしてもですね身の回りがこういろんな動きが起きやすいというか起きる可能性が高いんですね。ですから、G としててくださいって言われても、なかなかこう、周りからの動きでですね、関わりでいろんなことが動いたり、関わりができたりする可能性がありますので、うん、あの、避けても避けれないことっても出てきますよね。自分にとっても大切なことっていうのも起きる可能性があるわけですから。まあ、そういう時はですね、まあ、自分でしっかり選ぶということも大切ですよね。あの重要度というのかな、自分の人生にとってはとっても大切なことと。 まあそこそこでねあの見逃しても大丈夫のようなこととかいろいろあると思います。重要度にも差があると思いますので自分でこれはとっても大切だと思ったようなことは多少障害があったとしても課題がね乗り越えるべき課題が与えられた,与えられたとしてもですね乗り越えるそういう意思も大事なんですね。あのそうですね邪魔なエネルギーとか壊れてしまうエネルギーとか巡り巡ってくる時がありますけども。 ここぞという時にはやはり分かっていても乗り越えるという、まあ、覚悟が必要な時もあるんでしょうね。まあ、それは自分でねあの自分にとっての重要度とか大切さその辺をよく見極めて行動するということですね。で多少の大変さというのは頭の中でしっかり考えながら行動すると、まあ、こんなふうに月運はですね今休新休と非常に動き10月11月と動きは動きやすい時が続くんですけども。 その総決算のようなねあの尊敬といういろんなものが形を成すいいところに入った時に案件札が入ってちょっと邪魔をされたりやりにくさを感じたりすることはあるかもしれませんただまあ月運ですのでねそんな大きな影響力というのはまあ考えに入れなくてもいいと思います多少のやりにくさとか多少のね動きにくさなんかあるかもしれないですけども。 まあ、その辺はですね、あの十分向かい合って、真剣にこなしていけば、あの解決できる。そんなふうな問題だと思っていいと思います。その背景になっている年運ですよね。結構あの一年間って長いですからね。年間の運勢というのが。えっ、ー、とですね、二千二十四年は中宮に入っているんですね。 でここはの悪いエネルギーが寄ってこない場所、まあ、すごく強い場所なので場所も特徴があって入ってこないんですけれどもここがですねそれとあのど真ん中というね場所的な特徴がありますから周りを囲まれている状況で俗に言うと八方塞がりというふうに言われているのでみんな真ん中に影響が集まる可能性を秘めてるんですね。 ですから周りに変なものとかです、ね、嫌なものとか悪いものそういうものがこう置,かれる置かれている状況周りにそういうものがある状況になるとです、ね、みんな中,中心に集まってきちゃうんですねでもともとが強いゴード性のいるエネルギーに入院した場所ですからそういうものが動こうとした方向にまた押してしまうような可能性がありますので激しい動きをする可能性があるんですね。 悪いものに囲まれれば悪い方向にドンと動いてしまうし周りに変なものがない状態いいものとか普通のものに囲まれた状況であればいい方向に動くわけですねですからその発砲塞がりもねいい発砲塞がりと悪い発砲塞がりあるんですよと私もよく言うんですけれどもどうせならですねいい発砲塞がりの方がいいわけですねいい方向にドンと押してもらった方がもう当然あの自分の人生にとってはプラスになるわけですから その周りののの状況ととといいううが大切だということですね、まあ、その辺を意識してですね普段以上に注意深く用心深い行動で嫌なもの変なものに触らない近づかないということですね、まあ、その結果によってねいい形になってきますのでそのように2024年は激しく動く可能性と周りの状況に注意をするというのを意識して行動していただくようにということですね。まあ、1年間ありますのでね慎重に行動していただきたいと思います。 でそれが終わると今度はね、まあ、ついでにちょっと言ってきますけども25年ですね25年は研究という権威に満ちた場所に入るんですけれども非常にいいんですねあの権,威権威に守られている自分よりも大きなあるいは偉い人たちとの関わりによって非常にいい動きになる可能性があるんですけどもそこに年間を通じて債波が入っているので、ね、少しやりにくい。 あの壊れやすい状況になってきますのでその辺を意識して行動するということでしょうね少し穏やかめに静かめに行動しながらやらざるを得ない時には多少の覚悟と努力を持っまあいい場所にちょっと差波が入ったというそういう悪い状況エネルギーが入った時の対処方法は12月の案件札のところでも言いましたけれどもやらずに済むことはやらないただやらざるを得ないことどうしても必要なことは覚悟を持って臨むということですね。 で、2025年が終わると今度は26年ですね26年は打球に入るんですねこの打球は悪いエネルギーを入ってきていないので本来のこの場所の意味合いですね閲落の場所賑やかで楽しくてキラキラした場所ですので十分楽しんでいっていいと思います。うんと人ととの、ね、やり取り、こうこう,いう、い 関係も非常に活発になったりですね、いろんな出来事がまあ、結構元気よく動きもあるんですね。あとお金に関する動きも意外とはっきりしてきますし、楽しいこと、遊び事なんかにも非常に動きが出てきやすいです。賑やかで楽しくて人とのやり取りがどんどんこう活発になる時期ですので、あと芸能関係ですね、歌ったり踊ったり、そういうことも盛んになるというふうに言われている楽しい場所です。十分楽しんでいっていただきたいと思います。 まこんな風にねあの悪いエネルギーが寄ってきた時と何にもない時とで多少の対処方法というのは変わるんですけどもその基本的な場所の意味合いとですねそこに寄ってきたエネルギーをちょっと意識に入れながら対処方法を考えていくそんなことちょっとのことなんですけども随分意識が変わって自分の運勢を,運勢を作る時ですねあのプラスになることが起きると思います。ちょっとしした覚悟でで対処ができるし 本当にちょっとのことでね人間って頑張って生きていけますので、まあ、その辺に利用していただければね私たちもこの動画を作って、まあ、いいことばかりお伝えできればいいんですけどもねなかなかそうはいかなくて巡り巡ってくるものがありますので悪いこととか嫌なこととかが来た時にきちんとこう向かい合えるような強い自分の体質とか命運ですねそういうものを作る。 日常がいいかかに大事かということです、ね、これもしょっちゅう言ってることですけどもその辺を考えながらできる範囲で真面目に一生懸命生きていくそんなことでしょうね。まあ、それのねあのちょっとした動きをつかむのには旧正計学は非常にいいと思いますので是非利用していただきたいと思います。 今日もそんな感じで三匹木星の方の10月を中心にしたお話は終わりにしてみたいと思います動画が良かったなと思いましたらチャンネル登録をしていただいたりですねでおまけでいいねを押してくださる方もいると思います非常に励みになりますあとはコメント欄で疑問に思ったこととかまあ私、ね、こんなこと考えてるんだけどなんていうこともお伝えいただければ それも十分参考にさせていただきながら、あの小さなコミュニケーションですけども、皆様とのやり取りの中からもっともっと成長していきたいと思います。そんな形で今日の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。